歌舞伎俳優の坂東三津五郎さんでございます。おはようございます。おはようございます。お元気になられてね、ありがとうございます。本当にいろいろご心配をかけて、申し訳ありませんでした。あの、ことぶきうつぼ猿、はい、見たときはね、復帰されて、もう本当に、ほっとしたっていうか、涙出たっていうかね。ねえ、もう本当にありがたいことに皆さん、あの、盛大な拍手で迎えてくださって、もう胸がいっぱいになる思いでございました。そうでしょうね。会場の皆さんがそうでしたよね。はい、だって7ヶ月ぶりですもん。そうですね。7ヶ月ぶりでした。はい、舞台はね。でもびっくりしましたよ、あのところ。去年のあれで7月頃でしょう。そうです。病気見つかったって、はい。はい、7月でした。ねえ。あの、健康診断よくやってらっしゃるんですか？ええ。もう、うちは、ま、父も母も祖父祖母も、うん、まあ、癌の系統なもんですから、その癌検診だけはもう、そうですね、もう10年ぐらい続けて、毎年受けてまして、ね、まあ、いつもは何にもなく、うん、他のところは全部元気で、何も見つからずに済んでたんですけど、まあ、去年の7月にちょっと、膵臓系の数値がポンと上がって、で、ちょっとおかしいと。うん、まあ、これはもう一回大きな病院でちゃんと見直してくださいという、まあ、指示をいただいて、行ったところはそういうことで。と、何でも自分自身は痛くもなんともないし。全くないです。もうだるくもないし。だるくもない。それから食欲不振もない。倦怠感もない。痛い、苦しい、辛い、だるいもない。あら。ですよ。でしょ？です。はい。本当に沈黙のまんま。全くわからないですね。でもあれは本当に早期発見は 20% とか。と言われておりますね。それで、うん、もしかかったらまた、余命半年とかってそういう。そう、見つかった時はもう遅いっていうことが多くて。膵臓って聞くとね、うん、それだけでみんな。僕も、うちも祖母が実は膵臓癌でございまして、はあ、で、私は小学校5年ぐらいの時かな。だから一番先に肉親を亡くしたのが祖母だったんですけれども、うん、で、それの病名が、その、膵臓癌という病気だったので、小学校の時にその憎い病の名前でずっとインプットされてて、で、その後もその、この病名はなかなか今大沢さんが言われたように、非常に厄介な、治りにくい病気というふうにずっと耳からこう入ってましたから、実際にその、57年間一度も入院したことがない健康な体にいきなりドーンとその病名を告げられたので、やっぱりこうちょっとショックはありましたですね。ショックはあるどころじゃなかったでしょう、ちょっと、ただその今も言った通り、何の自覚症状もなく、でことに8月納涼歌舞伎の直前でございまして、でこれはもう前の歌舞伎座で20年間亡くなった勘三郎さんと二人で頑張って8月の、定着させてね、人気の興行に育て上げてきた。で、当然新しい歌舞伎じゃんだったらまた二人で、一緒にやろうと思ってた納涼歌舞伎が、まあ、彼がいなくなってしまって、で、まさか僕までいなくなっちゃうというのは、そのね、新しいこけら落としの歌舞伎座の、まあ、せっかく明るいところに暗い話題になっちゃうから、まあ、なんとかこの納涼歌舞伎だけは、努めて、で、それ終わったら、じゃあその代わりすぐ入院をしてくださいと。ですから、もう病気を知りながら、8月は納涼歌舞伎は、神湯新座と大縛りを。はい、やったんですか。はい、だから神湯新座2時間のお芝居ですね。はい、それから棒縛りは踊りですけど、かなりこれ体力的にはハードな踊りなんですね。ね、こう棒で手を縛られたまま、物干しに手がこうかかったような格好で、はい、そういうことです。はい、二人ともね、棒縛られながら酒飲みたいんで、いろいろとね、そうです、棒縛りながら踊られるって大変愉快な楽しみ、はい。だから見てる方には楽しいんですけど、やってる方はかなり肉体的に負担が大きい踊りなんですけれど、抱えながらやるっていうのは。なんかいつもなんか考えてたんでしょう。でもね、大沢さん、それが大変なはずなのに、病気を告げられてるのに、息苦しくもない。それから、だるくもない。だから普通にできるんですよ、その踊りが。ですからね、逆にその、やっぱりこれは怖い病気なんだろうな。これだけ全く普通に、正常通りに、自分の体は動くにもかかわらず、病気なんだっていうのは、これだからね、急に来るんだな。気がつかないのが当たり前だと思います。
あ、そう。定期点検してたからよかったんだな。もう縛り舞台拝見しましたけど、本当に元気というかね、そうもうね、テンポもある、はい、そして本当独特の動きしなきゃならないから、すごいご苦労なはずなのに。あれはまあ、勘三郎さんってやっててね、そうですね、勘九郎君とやってて、20代の頃から2人で8回ですかね、ね、だからもうあの本当に思い出の深い。でもあの時病気になった時、まあ、勘三郎さん、頭にひらめいたでしょ、そうですね、ね、あの、まあ、あのいろいろ大先輩が歌舞伎座がない間に3人亡くなられて、若右衛門さん、芝翫さん、富十郎さんが亡くなられて、それで。まさかと思った勘三郎さん、團十郎さんと、もう立て続けにこのない歌舞伎座がない3年間にそういう不幸が続きましたから、おっと思ったでしょうね。でコートに勘三郎さんは同い年だし、團十郎さんはもう敬愛する大先輩で、もう本当にこれからの歌舞伎にとって必要な方でしたから、何がいけないんだろうと、何を天は怒ってるんだろう、どういうことがお気に召さないんだろうと、ただでさえ思ってたところへ自分にまたその厄災が降って湧いたので、本当にこう入院してる一月ずっとそれを考えてましたね。なんだろう、何がこうお気に召さないのか、で、まあおかげさまで僕はあの、うん、ね、あの順調に療養を続けたところへ今度福助さんのことも来ましたの で、 そうそう、 でこれまた療養歌舞伎のメンバーですしね、そうだからまあ何なんだろう、まだその答えは出てません。そうね、このまま橋之助さんにお会いしたでしょ、はい、ちょうど楽屋でね、でも福助さんの話は聞けなかったけど、ちょっとまだ、そうですね、まあ時間かかる、本当はあの8月にも出てもしかったんだけど、うん、もうちょっと時間がかかるということで、かな、であの皆さん元気でこう楽しませてくれてる人がちょっとこう抜けたりするとね、いや何が起こるか分かんないですね、自分でもびっくりしましたし、うん、ね、だいぶその辺の、あの思いっていうのはね、あの変わりましたですね。それはファンの方みんな思ってますよ。まだお若いね、そのそね、まさにこうなんですか、社会だったら働き盛り、50代よ、ね、そう本当に本当にね、もうちょっとそのラジオみんな心配してたから、うもう元気になって、色は浅黒いのはちょっとあれですか、抗がん剤の影響ですね。でもう今もだいぶ収めましたけど ね、まあ、10月から半年間飲み続けたので、まあまあまあ、やっぱりこう、あの、でも他の副作用はなかったんです。そうね。気持ち悪くなったりとか、あの、倦怠感とか、そういうのはなかったんですけれども、ちょっと色がもう本当に黒くなっちゃって。でもね、たくましくなって、でも白塗りはちょっとないんですね。え？白塗りすんのね。いや、でも歌舞伎の場合はそんなに厚く塗っちゃうんで。わかんない。あ、そうか、そうか。はい。でも自分は何でもないのになんで切られちゃったかと思うような気持ちで。いや、今でもそういう気持ちはありますよ。あ、そう、本当は違ったんじゃないかっていうぐらい、まあその手術によるダメージはありましたけど、手術は結構長く時間かかった。病気のせいでだるいとか辛いとか苦しいはないので、はい、手術は時間長いですかね。いやいや、まあ3、4時間ぐらいで終わりました。4時間ぐらいで、ね、まあ自分では記憶ないですけどね。もちろんその後は1ヶ月ぐらいは、はい、1ヶ月入院してました、はい、その時はずっとやっぱり歌舞伎のこと、まあそうですね。まあ達観してた感じですかね。意外に、もっとジタバタするというか、慌てふため、まあその告げられた時はびっくりしましたけど、まあ、もっとオロオロするとか、その、寝られなくなるとか心配でとか、そういうふうになるのかなと思ったら、ああ、意外にこう、なるようにしかならないと。もう最善を尽くして、意外とこのサバサバとした感じ、ああ自分ってこんな感じなんだって思って、 それが驚きでしたね。ジタバタしなかったんです。全然しなかったですね。気持ちがこう、はい、動揺したり、はい、僕は気が小さいからそうはいかんだろうな、いやつけられたなんかしたらな、ね、なんかまあ実は妹の旦那、義理の弟が、2年前にやっぱり50代で癌で亡くなったんですね。で、まあそれを宣告された時に、彼がまあ義理の弟でずっと僕の三味線を弾いてくれてたんですけれど、普通にしてたからね。で、それを彼を見て、よく、ああ、そうやって平気でいられるね。僕だったらきっと、おろおろして、そんなこと告げられたらもう、どうしていいかわかんなくて、もう、自分がどうなるかわからないと思う
って言ってたんですけど、いざ自分が告げられてみると、なんか、あ、こんな感じなんだというぐらいこう冷静でしたですね。ただそのどうしてこういうことが続くんだろうと、そういうことはまあ、ずっと考えてましたですけど ね。だからやっぱり早く舞台に上がりたいって気持ちはあったんですか。いや、それもあんまりなかったです。まあ、ずっと50年間、仕事を休んだことがなかった、まあ、人様の代役はしたことがあったけれども、代役をしていただいたことはなかったんですね。まあ、無給できた。で、まあ、いろんな方からも、この際、ちょっと慌てないで、ゆっくり休んで、万全を期してから、ね、復帰してくださいというお励ましのお言葉をたくさんいただいて、まあ、自分もね、やっぱりここまで休まず働いてきたんだから、これはある意味その天が与えてくれたチャンス、こういうね何もしない時間っていうのも自分にとっては必要なんじゃないかと。だからあえて何もすまいと、この天が与えてくれた時間を有意義に過ごそうと思って、だから焦るということはなかったですね。僕は日頃からいつも考えたけど、歌舞伎役者は働きすぎだと思うよ。まあ条件がね、労働条件がそういうふうになっちゃってるんで、そう。25日間、やって、昼夜で50ステージですから。やって、数日後にはまた別な出し物で。5日後には初日が。出ていく。5日間の間に次の準備をする。その稽古ですね。だから現実には初めての役だと思う。前の月の芝居やりながら、準備始めてないと間に合わない。それでまあね、動き回るからね。ですから衣装も重いし、千秋楽っていうと皆さんこう、お疲れ様、打ち上げ、お疲れ、おめでとうっつって打ち上げというイメージでしょうけれども、もう次の日には稽古が始まりますので、そうなんだ。だからその翌月お休みで次の月の台本を持ってない千秋楽っていうのはすごい開放感があります。でも普通は大抵みんな持ってるんです。もう千秋楽の日にはもう次の台本を2冊か3冊持ってますので、昼の部が4時に終わって4時半からまた第2部なんてあるわけだから、ね、夜の部が ね、いつご飯食べてるのかとか ね思いますよ。これはね、ブラック企業じゃないけどね本当に働かされすぎ、働かされすぎだよそうですね。まあでも個人事業主だからしょうがないですよね。従業員じゃないから。歌舞伎ももうちょっと、まあお金を同じでもいいから、ちょっと出し物一つ減らすとかなんかしてね。そういう、まあ時代的には ね、そうでしょうね。4時間ちょっと長いですよね。長いですよね。ね、4時半のに行くと、終わると9時、夜の9時ぐらいでしょ。そうですね。だからまあ、やる方も大変ですよ。ご覧になる方もね。で、こちら拝見する方も楽しいけど、楽しいけど、1日がね、はい、それで終わるっていう。その点この8月の能力歌舞伎は、3部制ですので、だいたい一部が3時間ぐらい、これが一番いいの、低料金で、まあ短くというのが。それでやっぱり昼の部を見たから、じゃあ今度夜の部見ようとかね、そういうふうに何日かかけて全部見るのも楽しいし、はいはい、ね、またでもどうせ来たんだからって一日で全部ご覧になる方もいらっしゃいますしね。本当に体力勝負ですね。いや、尊敬します。でも僕らでも無理かもしれないでも私はずっとお休みになっててね、お体どうしたのかなと思ってる時に、青山劇場で真田重雄氏、はい、勘九郎さんの、ね、それをね、ナレーションやったの、そうそう、拝見し、ね、市に伺ったら、あらっと声聞いたら、あらっと、あ、そうだと思って、そしたらナレーションすんごい素敵で、ああお元気だと思って、やっぱり声に出るでしょ。そうですよね、声に一番出るっていう、であれも、ね、療養中に突然お話をいただいて、もう降って湧いたような話で、もう初日なく1週間か 10日ぐらい前でしたかね、はい、で急にまあ撮って、だからあれは声聞いて驚かれた方が多いと思います。そうでしょう、そう、休んでる最中でしたですから ね、まだお休みされてるから、ね、はい、消息は分かってない時にいきなり声が聞こえてきたので本当に、はい、でももう素敵でした。テレビ朝日のね、世界の街道行く、はい、ね、これのナレーションもね、はい、また好きでね、ありがとうございます、ですよね、それではだんだんいろいろとまだまだ話を、はい。